前回神の神殿、いや神の神殿だったかな、リファ族が守っていた神殿に到着したアルスたち一行は、無事神の石を入手しました。そしてこの神の石をですね、あとは族長さんのとこに持っていければ無事ミッションクリアということなんですが、魔物が現れそうな匂いがプンプンしてますね。はい、ということで始めていきたいと思います。ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。もしかしたら前回タイトルコール忘れてるかもしれないな。まあいっか、もう今更遅いな。あ、敵出てこねえな。魔物に阻まれそうな気配が濃厚だったんですけれども、自分の中ではね、空っぽだったか。じゃあ以上、これめんどくさいけどまたここ行かなきゃいけないんですね。そうか、前回そこで闇の魔人と戦ったんですよね。まあそこら辺のあらすじも語れればよかったかな。これからね、このあらすじを軽く語るっていうスタイルをね、貫いていこうと思ってます。今更なんですけどね、パート100超えてんですけども、まあそんなスタイルでやっていきましょう。まあその日中にね、あのため撮りガガガってやる人なんでできるんですけどね、逆にため撮りじゃなくて、ため撮りしてて別の日にまた収録始めた時はそうもいかないですからね。結構強いな。結構強いんじゃなくて、こっちが弱えんだわ。冥道風魔、なんだなんだ、ちょっと見てみましょう、次戦う時にね。ちょっとじゃあ一回戦うか。わお、強そう。戦う防御特技ダメージ、冥道風魔、地割れを起こして敵を飲み込む。なるほど、死なないやつもいるんだな。了解した。で、攻撃ギガスラッシュって、あ、単体か。なんかこのバトルシーン、戦闘シーン見るとさ、全員に攻撃できそうな感じするけどね、そうもいかないんだね。さすがにそれ甘すぎるか。よし、ここに入る必要なし。あれ、一応展開だけはお話ししておくべきかな。はい、了解した。まあそうもいかんだろう、コクーンはまた話の別だよね、別の話だよね。魔物の影響だと思うから。え、やる、神の石すり替えられてる説あるしね。え、逃げれないんだ、さすがに。もういいや、ちょっとめんどくさいぞ。こっから降りれるよね、これは有効ですね。族長さん、インディ・ジョーンズ、その前にちょっと眠りますか。回復しましょう。ぼったくり宿ぼったくりもいいとこだな。200ゴールドって多い。まあ金はあるからいいんだけどね。だってフィッシュベルのアルスの部屋で寝たら、ん？あれ、族長さんいないじゃん。どうした？お前だけは地に足ついて生きていける。いいね、谷の風が止んでもお前だけはきちんと生き抜くんだよ。谷の風を守っているのはあんな石ころなどではない。
イファの人間は風が止むことに怯える必要なかった。あの石ころが止まない風など運んでこなければ。本人、お前は何かというとお父さんじゃ。そんな父親は好きか。私が今こうしていられるのはお父さんのおかげ。まあそうですよね。フィリアさんを拾ってあげたのは、このリファ族の族長さんであるこのフィリアさんのパパ。どうも。あ、帰ってきた帰ってきた。はい、これぞまさしく谷の風も安心だ。それでは私の方も約束を果たさねばなりません。神の石を取り戻したリファ族の人々の喜びは大きく、アルスたちをもてなす宴は予想以上に盛大を極めた。しかし一部の人々は神殿の刻印が消えないことにまだ小さな不安を抱いていた。そして夜が明けた。さあこっから一波乱ありますぞ。絶対こんな簡単には終わらんからね。さあまた喧嘩しておりますが。フィリアに託した。ほう、花を摘みに行くついでに川にでも投げ捨て。バカな、とにかくすぐフィリアを止めなくては。あの子のことじゃ後で私に気づかれんようにこっそりお前さんに返すに決まっとるよ。誰も傷つけんように必死に気を使ってな。あの子はそういう子じゃ。しかし万が一ということもある。フィリアは身寄りのない自分を育ててくれたと思い込んで本当にお前に感謝しておる。そんなフィリアのことも信じられんのならお前は最低の人間じゃ。分かった、とりあえずはフィリアを待つとしよう。結局これはお母さんなんですよね、族長さんのね。では良いとも、何でしょう。どうも。おお、疾風のバンダナ3つ目やったね。やっぱりね、力より素早さなんですよ、自分の中ではね。命の木の実を使っちゃって、小さなメダル、わー、イラじゃない。袋、守りの種もアボに使っちゃって、疾風のバンダナをアイラ。30上がるんですよね。ハヤテのリングの方が上がりそうな気がしますが、それはドラクエ8の話だったかな。でフィリアさん、フィリアちゃんのところにちょっと顔を出してみましょうかね。そこの花かな、それとも登ったところかな。風の音が次第に弱まっていく。お、やばい、谷が刻印に、あれれ、止まってしまうと返事がない、気を失っている。まずいですね。じゃあとりあえずフィリアちゃんと合流しましょう。あれ、花を摘みに行ってるっていうからここだと思ったけど違った。上にもあったっけか。あったけどいない。あの人は、あ、気を失う人もいれば、ああやって平然といられる人もいる。謎ですね。まあとりあえずはこっちかな。上の方にも花があったはず、確か花畑あったろ。助けて、あ、やば、どうやって助けるんじゃ。浮いた。しゃっ、大丈夫か。落ちると思ったらこの石が急に暖かくなって、これも神の石の力なのかな。急げ急げ、インディージョーンズとか言ってる場合じゃないですね。ちょっと急ぎましょう急ぎましょうって言ってもこれ以上スピード出せないんだけどね。
あ、大丈夫、みんな大丈夫だ。なんでしょう。神主がフィリを助けてくれた。まあその話はとりあえず後回し。風が止んじまった。おかげで風の止んだ意味が私にははっきり分かった。あんた本当のバカか。いつまでもあんたの石ころの話をしてるんだ。あの石と風が止んだことは何の関係もない。頼みがある。はい、了解しました。フィリアもよく聞くんだよ。この谷の風が止んでしまったのは精霊の像様が虚空に包まれたため。昔からこの谷の聖なる風を守ると言われておる。すなわち神殿に向かい精霊の像様から忌々しき虚空を取り払う。了解した。はい、リファ族のものしか近づけないような、そうですね、扉で守られてました。確かに。フィリアはリファ族の方だったんですか。よく聞くんだよ。拾い子なんかじゃない。ちゃんとこの家に生まれたリファ族の血を持つもの。え、だけどね、あんたはそういう体で生まれてきたんだ。しかしそのことを家の恥だと思い必死に隠そうとするようなバカな父親のもとに。え、族長なんて。え、フィリアの気持ち。え、強い子ですね、フィリアはね。族長、お前許さんぞ。これは覚悟しとけよ、族長。ザキでイチコロだぞ、こんにゃろう。神の石。はい、了解した。お前、愚かな。全くもって愚かな男。フィリアちゃんの気持ち大丈夫なんですかね。全く。でもなぜフィリアちゃんは羽が生えてない状態で生まれてきたんでしょうね。おいっす、帰ってきたよ。あんね、結局あの後ディスク再読み込みさせても読み込んでくれなくて、結局消してやり直した。30分40分ぐらいの、そう、同じ工程を繰り返してやりました。泣えたわ。で、エンコードとかしながらね、ちょっと成長させた。総量の7段階目まで来たのと、天地雷鳴詞がね7まで来て、ジゴスパークとか覚えたよ。煉獄火炎とかね、くっそ強かったわ、やってみたら。で、メルヴィン戦士を終わらせて、今魔法使い、アイラ戦士を終わらせて武道家、こんな流れでいきます。で、再開してもう間もないんだけど、ここで次のパートに入っていこうかなと思ってます。で、そうですね、次回は神殿のこのリファ族のみが触れて開けられるというドア、そう、そこからスタートしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、超短かったけどね、ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。